はい。今日はですね、ルマフュージョンでテキスト周りをですね、攻めていきたいかなと思います。で、まあ、iPad でテキスト周りをどうやって触るのっていう動画はですね、まあ、散々やってきたんで、今日は iPhone を使ってですね、やっていきたいかなと思います。で、まあ、ちょっとね、まだこう持つか、こう持つかっていうのは、若干悩んでるとこあるんですけど、まあ、せっかく iPhone で、あのー、なんだ、ハウトゥー動画作るんだから、 縦持ちにした方がいいかなと思って、僕は一応縦持ちでやってます。まあ、弱点としては縦持ちにすると、まあ、画面の縦横比が思いっきり縦に寄っちゃうと <laughs>、めっちゃちっちゃくなるんで、まあ、それ微妙だなって若干思ってるんですけど、まあ、あの、まあ持ち方としてはこっちの方が自然なので、まあ一通りですね、ちょっとまあ縦で撮っていこうかなと思ってます。それではですね、早速、ルマフュージョンに移って、まあ、あの、テキスト周りのですね、お話をですね、していきたいかなと思います。 はい。というわけで,ですね。早速、n マフュージョンの、まて、えっ、ー、と、新規プロジェクト立ち上げのとこ入りました。もう本当に最初のスタート画面ですね。最初のスタート画面から一つずつやっていこうと思います。で、えっ、ー、と、まず、タスのボタンを押して、新規のプロジェクトを立ち上げます。で、新規のプロジェクトを立ち上げるときは、あの、よくわからなかったらもうこのままでもいいですし、 ま、フレームレートとこだわりあれば、それに合わせて作ります。で、タスボタンを押して、進みます。そうすると新規のプロジェクトの設定が終わって立ち上がります。で、ちなみに、この左に、ボリュームのスライダーあるんですけど、これはマスターのボリュームスライダーで、まあ、前からよく言ってるんですけど、これ触る必要ないので、このままほっといてもらって構いません。で、映像の素材がちょっと一つもないので、 とりあえずストーリーブロックスのサンプルからですね1個用意してこの上にテキストを重ねていこうかなと思います、まあ、とりあえず黒い目のやつにしといた方が文字浮き出て見えるので、まあ、見やすいかなと思うのでちょっとこの上にやっていきましょうかでダウンロードしてる時間があるので、まあ、その間に何か説明できないのかなと思うんですけども テキストを作るときっていうのは映像素材の上にもう一個トラックを用意します。この今タップしたとこですね。そこにトラックを用意するんですよ。それはテキストのクリップのトラック、トラックにテキストのクリップを貼り付けるんですよね。だからそれをやるんですけども、それをやるにはこの真ん中にある丸の足すボタン、ここにあります。で、 動画素材の上に重ねたい時はオーバーバレイタイタトルを選びますで。もう一個メインタイトルってあるんですけどもメインタイトルはどういった役割かと言いますともうタイトルだけのクリップが一番あの真ん中の一番メインなとこのトラックに挿入されますなのでもう文字だけの文字と図形だけのクリップが出来上がる感じですね、まあ、使いようによってはあるかもしれないですけど僕はあんまり使う時がないですね で、今この下の映像素材に対して、こんな感じで文字が入りました。で、この文字をですね、触って、まあ、大きくしたり小さくしたり、あと動かしたりやっていきたいかなと思います。それではですね、この文字を触っていきたいんですけども、文字を触るときは、この文字のクリップ、今、今だったらプレインフォワイトって書いてますけども、プレインフォワイトの このクリップをダブルタップします。そうすると編集画面に入ります。で、ちょっと紛らわしいんですけども、ダブルタップしただけだとテキストの編集画面じゃなくてフレームフィットって書いてますけども、ちょっと関係ないメニューのこんな、その動画の素材自体を例えば場所を動かしたりとか大きくしたりとか、クロップしたりとかっていう、 モードに入るんですよね。このクロップ。こんな感じ。したりとかっていうモードに入るんですよね。これが欲しいんじゃないので、隣の t って書いてあるところ、一番手元の一番下の部分ですね。そこの t っていうところにテキストの編集画面があるので、そっちに行きます。そうすると、テキスト画面に入ることができます。で、このテキスト選んで、こいついろいろ変えるんですけど、まず透明度変えれて、もちろん、 真っ暗にもできるし、まあ、例えばちょっとだけ透明度出して若干だけ透けさせるっていうのもおしゃれな時ってありますよね。で当たり前サイズが変えてでまあ一行しかないかわかりにくいですけども右爪左爪真ん中右爪そうといろいろ選べるようになってます。ちょっとね最近アレルギーでアレルギーってあの花粉それで喉が詰まってくるかすげえ苦しいんです で、ちょっとたまに水飲むけどほっといてください。でえっと例えば2行あるとラインスペースって書いてるんですけども2行にしないと分かんないですね。えっと定数と定定数と文字の定数とこんな感じでいきましょうか。そうするとですね次の。 待ってよはいこれでいきましてでまあ上ちょっと分かりにくかったですけどあここれじゃないラインスペースの足してたねこんな感じで秒間が広がったりしますで次に色がもちろん変えれてこれは戻しとこう。 あ、いっぱい触ったからか。白にしとく。で、えー、っと、エッジエッジ、これじゃわかりにくいから、こうしよう。こんな感じで、文字の縁の色も変えれます。はい、色を変えれて、えー、っと、透明度変えれます。で、もちろんその太さ。で、まあ、ルマフュージョンあるあるなんですけど、太くしたらこうやってビヨーンって。 なんかトゲが刺さるみたいになるんでよくわからんそれは直らないですただあのフォントのせいな気もしますでシャドウを入れて、まあ、シャドウの距離とかいろいろですねあと文字の位置ここでも触れるこようになってますここでも触れるし隣のこの素材自体の編集画面でも触れますねで回転 させたり、スケール変えたり、スケール結構使い時があって、上のフォントのサイズで最大にしても足りない時はこっちでピッてやったら十分大きくなります。まあ、そんなのが一通りあります。で、最近できたんですけど、こう文字の編集画面で、 とフォントの加工が選べるようになりましたね。だから文字を変えつつこっちも触れるみたいな風になってます。で、はじめに僕多分言い忘れてたけどもちろんフォントの種類も変えれますね。んか好きなやつ選んでもらって、まあ、好きなやつに変えるっていうのももちろん可能になってます。 で、これが、えっと、ここら辺の一通りですね。で、他に、この画面で、これ一個だけのフォントじゃなくて、例えば、それプラス、えっとですね、重ねたり、こんな感じで、二つ重ねたりっていうのも可能になっています。ともう一個新規で、えっと、形を追加したりとか、あと、 イメージを追加したりっていうのもできるのでまあほん好きに使えますねで。イメージ僕ここで追加するよりも単純にメインのトラックここのとこから下からピッて上げた方がいいと思うからんでこれなのかあんまりよく分かんないんですけどもあまあちっちゃい窓で表示させようと思ったらちょうどいいんですかねまあ僕あんまりこのメリットがよく分かんないんですけどまあこれも使えますね。ででそれぞれぞを消したい時は 選択してゴミ箱に入れたら、それでピッて消えますね。こんな感じで。で、まあ、いろいろと選べるんですけども、じゃあ僕は何使ってるのっていうと、まあ実際には四角い箱ぐらいしか使わないですね。他はなんか、まあ使わねえだろうってうやつは大量にあります。あとはまあ文字も、僕は最近あんま入れないんで、いいんですけど、 もし、たくさんですね、こんな感じにしてて、テロップをたくさん入れるよっていう人に朗報なんですけども、た、例えば、ここで、これをですね、量産しておいて、えっと、ここで左のボタンを押したら、上に行くな、これ。しょか。今の嘘か。 違うわ。えっと、こう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 。えっと、長くしといて、切る。そしたら、これで2個になるじゃないですか。だから、あの、好きなとこまで行ったら切ってっていうのを繰り返しておいて、まず、一通りテキストのトラック作っておいて、それで、左上のインフォメーションのボタンを押すと、インフォメーション出てくるんですよ。そこの、ちょんちょんちょん。<laughs> ちょんちょんちょんかない。ちょんちょんちょん,ちょん押すと、 ちょんちょんちょんが選べるので、ちょんちょんちょんをですね、選べますと、ここに文字の内容自体がそもそも埋め込まれてます。で、ここでパッパーって変えると、えっと、そのまま切り替わる。なので、えっと、こんな感じで切り替わるじゃないですか。だから、ここでやると、あの、いちいちテキストのこうやってダブルタップして、 ここに入って、ここで触ってっていう必要はなくなるので、ちょっとだけ時間短縮できる時間、時短、時短テクニックになりますね。なんか、ここら辺もですね、一応に覚えておいてもらうといいかなと思います。で、最後にですね、これを動的に動かしていきたいと思います。で、まあ、言ったらこれがこう出てるときに、まあ、下なり、左なりからこうやって動かしていきたいわけじゃないですか。 で、それをやろうと思うと、キーフレームっていう機能を使うんですね。で、キーフレームっていう機能を使うとそれができるんですけども、この一番初めに言ってたフレームフィットっていうタブの編集画面で、クリップ自体をいじります。で、そこにはですね、あの、キーフレームっていうボタンがあるんですよね。で、今回使うのは、サイズポジションを僕は使っていきたいかなと思います。まあ、やり方はいろいろあるので、 なんか一旦こういう仕組みだって覚えてもらったら自分の好きなようにできるようになるかなと思います。で例えば今回は左からここに右左ならごめん右だよね <laughs> 右からここにですねシューってスライドさせていきたいと思います。そうしようと思うとクリップのエンドクリップのエンドっていうのはさっきここ切ったからこの2秒のクリップできてるんですけどもクリップのエンドに えっと、ポジションを合わせておいて、サイズポジションのキーフレームを打ちます。バシッと。で、今ここ真ん中に来るようになったんですね。そしたら今度一番初めのところ持っていって、これでポジションを変更します。こう。つまり、一番初めなくて、一番最後は出てきますよってなるんですね。そうすると、もうこんだけですね。これでもう覚えたので、 はい。ルーマフュージョンがもう記憶してくれたので、これで再生すると、まあこんな感じでですね、シューって出てきます。これがやり方ですね。キーフレームのやり方。なので、もう一回やると、えっと、これ最後ここに出てくるようにしたんで、今度はじゃあ、例えば下から出そうと思ったら、まずこれ、とりあえず消しといて、元に戻ったじゃないですか。で、今度はですね、新しいキーフレーム打つんですけど、 今度は、えっと、y を、こっちが、y をこうします。そうすると、隠れたとこから、えっと、ゴールに向かっていくので、これで使ったらいいと思います。で、コツは、ゴールを先に決めておくと便利かなと思います。もう一遍これ再生すると、下からシュッて出てきますね。こんな感じで。で、まあ、あの、スピードとか、いろいろ調節する必要は出てくるかなと思います。で、もう一回、 こう,いうやり方があって、えっとですね、もう一個のやり方が、これで今全部切れたので消しましたと。で、もう一個のやり方がですね、トランジションっていうのをですね、入れていきます。で、これ自体にも実はトランジションかかるんですよ。だから、まあ、全部が全部そんなにいい感じに当たるやつはないんですけども、 まあさっきのこれとかは、これでやったらいけるんじゃないかな。こんな感じね。はい、こんな感じで。あの、決まったモーションであれば、これでもできます。他あの、ふわっと出すとかも、あると思うよ。何でやろうかな。これでやったらどうかな。違うな。 これでいけるかなあ、こんな感じで、ファって出したりとか。っていうのも、トランジションをうまく組み合わせると、若干アニメーションができるようになります。メマフュージョンって、ちょっとアニメーションあんまり得意じゃないので、まあ、こういったトランジションを上から重ねてみたりとか、あと、あの、テキストに入って、あ、テキストじゃないわ。編集画面に入って、さっき言ったこのキーフレーム、サイズポジションのとか、バツを押すってやつですけども、 で、これ、あの、他でもクロップで打てたりとか、フィットでも、クロップで打てたりとか、あと、ブレンドでもできたりするので、うまいこと組みましたら、さっきやったトランジションのやつは、ここでも十分に再現できるようになります。はい。というわけですね。まあ、今回、ちょっとルマフュージョンのテキスト周りのお話をですね、一通りさせてもらいました。まあ、あんまり、 全部全部まとめていったら多分1時間とか2時間の動画に平気になっちゃうのでまあ多少は小分けしていこうかなと思うんですけどもまあこれで結構ですねテキスト周りきっちりとマスターできるだけの内容詰まってるかなと思うのでまあですねうまいこと自分の力にしてもらえればなと思いますまあこんな感じでですね動画編集関連のネタを中心にやってるチャンネルになりますのでチャンネル登録まだの方いらっしゃったらですねチャンネル登録忘れずにお願いいたします そして、いつもご覧いただいた方、本当に感謝しておりますそので、引き続きお楽しみください。というわけでですね、今回も最後までご視聴いただいて、ありがとうございました。